初めての仕事。いや、私たち二人の分身なのですね。ならば、ここは何としても華々しい戦果を。 リラックス。わかりました。では力の限りリラックスを。 本日はよろしくお願いします。まあ、ご存知なのですね。そうなのです。三丁目の宝来軒の裏メニューは一見の価値が。 今日も遅くまでご苦労様。 そろそろ君のプロデュースの成果を確認させてもらってもいいかな。うん、どれ？君のプロデュース活動だが順調に進んでいるようだね。 君に任せて正解だった。これからもその調子でよろしく頼むよ。さて、そろそろ君に新たな楽曲を提供しようと思う。今の君なら使いこなしてくれるだろう。 歌はアイドルという咲き誇る花の蜜であり水だからね。早速どれか一曲選んでくれたまえ。 今後のプロデュースでその楽曲が活かされることを期待しているよ。いろいろ大変なこともあるかと思うが、君ならば乗り越えられると信じている。頑張ってくれたまえ。
お帰りなさい、プロデューサーさん。初めての営業はどうでしたか？よかった。あ、社長も言っていましたけど、営業やレッスンは無理に毎週行う必要はありませんからね。ライブもそうですけど、どれも大切なお仕事です。バランスよく行うのがいいと思いますよ。ちなみにアイドルランクが上がると、新しい営業やレッスンが選べるようになります。そのあたりのことはこちらにまとめておきました。どうぞ。新しいお仕事ができるようになったら朝に私がご連絡しますから。それじゃ、今週もお疲れ様でした。お先に失礼します。新たなライブの告知があるとか、どのような催しになるか胸が躍りますね。前に進むとは新しきを知ることかと。新たなライブ挑戦してみたいものです。
今週が初めてでしたよね。もちろんコスメレッスンのこともこの OL 歴ちょめちょめ年の小鳥姉さんにお任せください。はい、コスメレッスンはメイクアップで上手にアイドルの魅力を引き出すためのレッスンです。メイクはアイドルの基本ですから、レッスンに成功するとアイドルとしての力そのものが成長します。そしてレベルが上がるとライブでの一つ一つのアピールで獲得できるスコアがアップするんですよ。レッスンの方法についてはこちらのメモをご覧くださいね。頑張ってくださいね。本日はよろしくお願いします。新たなライブの告知があるとか、どのような催しになるか胸が躍りますね。前に進むとは新しきを知ることかと。新たなライブ挑戦してみたいものです。Thank you.
しますね。はい。新曲です。お聴きください。君が触れたから七色ボタン、全ての恋で染めたよ。どんな出来事も超えてゆける強さ、君が僕にくれた。とっておきの新曲、お聴きください。
はい、この場はお任せください。皆様、お待たせしました。新たなライブの告知があるとか、どのような催しになるか胸が躍りますね。前に進むとは新しきを知ることかと。新たなライブ挑戦してみたいものです。
ってらっしゃい。留守はお願いしますね。準備は万端、整えております。皆様、お待たせしました。
ちょっといい？